2005年のオリックスバファローズでは2005年のオリックスバファローズにおける動向をまとめる。この年のオリックスバファローズは大阪近鉄バファローズを九州合併したことによりオリックスブルーウェーブから相性が変更されて1年目のシーズンであり、この年のシーズンオフに死去した大木明が2001年のブルーウェーブ以来4年ぶりに1シーズンだけ監督を務めたシーズンである。 前述のように3年連続再開のチームは近鉄との合併により球団名をオリックス・バファローズに変更したがユニフォームはオリックスの青と黄色が継承されロゴはブルーブからバファローズに変更したが自体が同一だった新ユニフォームをめぐっては近鉄ファン等から阪急とオリックスの歴史が尊重され近鉄の歴史がないがしろにされていると批判が出たことから 水牛モチーフの大阪ドーム専用が登場し、新ユニフォームは神戸や東京ドーム等での主催試合用となった。両球団で、指揮経験のある大木新監督のもと、チームは前年優勝の西武が出遅れたこともあり4月は13勝15敗と、まずまずのスタートを切り一度は3位に浮上するも、8月に9勝13敗で、負け越して西武に抜かれ、 日本ハムが追い上げるものの4位でシーズンを終了するが、ロッテやソフトバンクのマッチレースに割って入ることはできなかった。対戦成績は上位のロッテやソフトバンクに相性が悪く、西部に11勝9敗と勝ち越すのがやっとだった。大木監督の優退を受け、1995年まで阪神の監督を務めたこともある中村克弘 GM が、 翌シーズンの監督に就任した。規定で、プレーオフ勝者が優勝チーム分配ドラフト後、岩隈久さは入団拒否し、金銭と引き換えに東北楽天ゴールデンイーグルスへの入団が決定した。ありがとうございます。